バイアスシンドバッド。はい、皆さん、とうとうやりました、シンドバッド。あのね、ブレーキング練習、16歳から身についたものを金繰り捨ててでのね、新しいブレーキング方法、やっと、やっとっていうかね、もうだな、早い、もう体覚えてくれました。だからね、あのね、自分が思っているね、ブレーキングポイントまでね、ほとんどブレーキね、我慢してね、突っ込めるようになりました。でもね、あのね、この動画編集しようと思ったら、なんかね、なんで俺がブレーキングポイントを覚えた、ブレーキ身についただけじゃんみたいなね。いや、本人は嬉しいんですけどね、そんなつまんねえ動画だなーなんてね、思っちゃったんですけどもね。ということで、今回もエレガントによろしくお願いします。Please tell me all the bad, all the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop. ですが、エレガントに行ってきます。はい、本日2024年3月14日 C1 枠コンディションドライ、時間8時半から9時、気温と路面温度のチェック忘れたのは、走り終わってからね、この日ね、FT2 仲間のね、52番のね、小堀さんとね、21番のね、三上さんが、三木さんがね、来てくれてね、いろいろくっちゃべってたからね、チェックするの忘れちゃいました。人のせいにしている。さすが俺。あ、そんなことよりね、そんなことって言ったらね、小堀と学ぶに怒られちゃいますよね。いや、真面目に、この日ね、やっぱり FT2 仲間がね、アジアの、出口で転倒してしまって、後続車にね、引かれてしまったって言ってましたね。やっぱりそれも、後ろ走ってた FT2 仲間の、K さんね、K 君にね、教わったんですけども、なんか、仲間の方の方は、アンビュランスでね、運ばれちゃったようなんでね、お二人ともクラッシュになって赤旗になってしまったんですけども、この場を借りてお二人とも怪我が大したことないようにお祈り申し上げます。はい、すいません、ここで切り替えてさせていただきます。で、唐突ですが、ね、インスタ360のがね、バグってくれてね、7秒、7、8秒かな、画像が途切れてるところあるんですけどもね、そこのところね、うわうわ、もうここで言うのも恥ずかしい、もう伏せてましたもういやらしくてね、もうはしたないっていうようなね、画像でね、埋め込んでね、ギャップフィルしておいたんでね、それもお楽しみにしてください。忘れながら、今回もトランスポンダーを借りたので、エビデンスを今から貼り付けます。ご覧の通り最初15秒しか出ないんで、うっそ、同じことやってんのに、また俺15秒台かよ、14秒警察も出てきちゃったのかと思ってね、愕然としたんですけどもね、ちゃんとね、後半はコンスタント12秒になってますよね。へへーんだ。
の出口のところです。が未熟で、あと、まあ、注意不足だって言われたらそれまでなんですけど、皆さん逃げ穴のポストって見れます？僕ね、やっぱね、多分自分でね、あのね、思い返すとね、もうブレーキングポイントと、あと自分のクリップに見られるあの二次旋回入るところばっかり見て、その後はもうね、出口ばっかり見ちゃうせいかね、これね、二部屋のポスト僕見れてないんですよね。でここで気がつくんですよ。前の方もそれで入ってますよね。だからね、前はね、このままね、もう一周ね、危ないからね、寄らないで回っちゃってたんですけどもね、それで怒られたから、今一応後ろ確認して、あのここ入っちゃいました。でもやっぱもう一周、まあ自分がいけないんだな、気をつけよう、二部屋のポストも見よう。また解除で再開しました。で、はい、言わずもがな、前を走ってるのは FT2 仲間72番キクちゃんですね。それでね、あのね、あれいや笑い事じゃない、おい言ったら怒れっかな。でもキクちゃんに言うなって言われてねえからな、それに賢いことだからいいよな。あのねキクちゃんね、前後にね、あのね、カメラついてんですよ。でもね、賢いっすよね。あのね、ドライブレコーダーつけてるんですよ。だからね、リアにもついてるんですよ。あれね、だけどもね、リアついてるとこがね、いやらしい。もうね、はしたなすぎるね。あのね、リアのね、カウンのね、中の奥についてるんですよ。めちゃやらしい。もうね、あんな手でね、カメラね、つけてね、電車乗ったらね、もうね、一発でパクれるはずだ。怒られちゃうか。キキちゃん、ごめん。でもね、このね、動画見てね、なるほどなと思ってね、あのドライブレコーダーでね、つける人ね、いるかもしれないですよね。だって GoPro 買うなんか買うよりずっと安いんじゃない、多分。でね、キキちゃんってすごいんだよ。走り終わったらすぐね、 Wi-Fi でね、つなげてね、あのスマホにダウンロードしてね、動画ね、確認チェックできるんですよ。あれ優れてますよね。
ねベストラップなんですけどもね、インスタ360が日和りやがってね、ちょっとね動画が途切れるんですけどもはい、乞うご期待、ギャップフィルです。鍛えたね左コーナー、この1部屋のね素晴らしいコーナリングを見せられなかったのはね残念なんですけどもね、では残りのベストラップご視聴よろしくお願いします。135っていうね数字ね、僕ね爆笑しちゃうんですよね。昔ね NEC にね常駐してる時ね130足す5をね筆算してた人がいるんですよ。あのね先輩なんですけどね、130足す5をあの筆算する必要ありますかって言ってね、俺それからねその先輩のことをね135っていうねあだ名つけたんですよ。13秒台に落っこっちゃったのは今のアジアが原因ですね。明白。止まらずですね、本当ね。だけどもねトランスポンダー借りてたからこうやってデータ取れるからね、本当いいですね。やっぱりこれで今年になって3回目ですけども、3回ともトランスポンダー借りててよかったです。てかね次の C2 枠なんてひどいっすよ。一回もワンラップもあのまともに計測できなかったんですよ。よかったですよ。かなりねあのもう絶好調のねあのねまあねあまあ見てみてください。いい走りしてますよ。13秒台に落っこっちゃったのは今のラップタイマーをリスタートするために6速に入れられなかったっていうのが原因ですかね。
チェッカー後も1部屋までは全開で練習するシンドバッドです。1コーナーと1部屋1回分ずつね、練習増えますからね。それで1部屋立ち上がったらピットインシーケンスを取れば問題ないことですもんね。それで冒頭でお話しした通り、なんとね、シンドバッドね、新しいブレーキング方法ね、なんとね、早くもね、体が覚えてくれたんですよ。だからバッチリね、突っ込めるようになったんですけども、でもね、そしたらね、逆にね、新しいね、新たなね、問題がね、勃発したんですよ。それは結構なフロントがボトムした状態でコーナーの中に入っていくから、今までのようにスピード調整して二次旋回に入るためにフロントウォークの沈み込み量をね、調整するってことがね、できなくなってしまったんですよ。それをどう回避するかっていうのは前回の練習からも考えてて、この C1 枠終わって C2 枠までの間にもずっと考えてて、よし、こうやってやってみようってことが一つ浮かんだんで、それを試してみます。そうしたらね、なんとね、それがね、うまくいったんですよ。なのでね、11秒台にね、迫るタイムをね、連発します、次の C2 枠は。しかもリアタイヤの右側はもうスリップサイン出ちゃってて、その外側のところのパターンは消えちゃってなくなってるものも部分もあるような状態でです。それでは今回も最後までエレガントにご視聴ありがとうございました。次の C2 枠の動画は大間さんにこっぴどく怒られることが勃発します。それでは、あざした。